たドラゴンレーダーを使って若者はドラゴンボールを探すものの、その反応はなぜかパタリと途絶えてしまった。そんな折、かつて地球を恐怖に陥れた大魔王の生まれ変わり、ピッコロの情報を耳にし、もしやピッコロが異変の勉強なのではと若者は考え、ピッコロの元へと向かうのだった。貴様がピッコロか。ほう、貴様、俺のことを知っているのか。ここに何をしに来た。死にたいのか。生まれ変わって悪人じゃなくなったんじゃ結局悪人には変わりねえんだな。世界をこんな風にしたのはピッコロ、貴様か。だったら貴様をぶっ飛ばし、俺が世界を元に戻すよほど死にたいようだ。後悔するなよ。
を元に戻すんだ。だからこんなところで負けられねえんだ。それでいい。こっちも本気でやろう。無駄だ。死ねろ。ついにスーパーサイヤ人へ目覚めることができた。だがそれと同時に恐ろしい敵の存在をも知ることとなった。7つのドラゴンボールを集め世界の混乱を願った男、その目的とは一体。